はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今日は、ライカのですね、定番の広角レンズです、スーパーアンギロンの 21mm ですねの、前期のバイルになりますね、F 値が4のバイルになります。はい、ご覧いただけますかね。 F 値が4、21mm で、はい、でシリアルが1646973ですので、1959年のバージョンですね、かなり前のバージョンになります。はい、はい、でもってですね、この個体は非常に珍しいスクリューマウントですね、 L マウントのスーパーアンギロになりますね。はい、バルナックレンズなど、ライカなどに使っていただく、はい、ねじ込み式のですね、マウントになりますね。はい、じゃあ外観から見ていくんですけれども、外観はですね、非常に綺麗ですね、当たりへこみことか、ひどい擦れ傷、落下痕のようなものは見られないですね。はい、金属部分に、障害のようなものは見られないですね。はい、あの強度部分もツルツルとしてですね、綺麗なルックスですね。はい、ご覧の通りです。はい、でレンズなんですけれども、前玉の方にですね、ちょっとかなりこの中ですかね、と接着剤の剥がれが見れるんですかね、この白くなっちゃってる部分ですね。まあ写りに直接影響はないと思いますけれども、この前玉のコーティングにもですね、まあ、ビデオでもご覧いただけると思うんですけれども、コーティングのあれが目立ちますね。はい、後ろ玉は綺麗ですね。はい、擦れ傷とか、はないですね。中玉にも曇りとかゴミチリの混入はありませんね。カビももちろんないです。この前玉のですね、コーティングのあれだけ気にしなければ、映像にも影響は出ていませんので、お買い得になるんじゃないかなと思いますね。はい、で絞り羽も、はい、非常に小さい絞り羽ですけども軽快に動いておりまして、油の乗りもありません。はい、でピントヘリコイルも、はい、軽快に動いてますね。はい、ピント合わせに難はないと思います。でもって、無限のロックもきっちり効いてますね。はい、で付属品は、ご覧のように、はい、スクリューマウント用の、バブルケースですね、透明なケースが付属しています。はい、ということで、いささかちょっとですね、見た目がですね、悪いかもしれないんですけれども、写りに関してはほとんど問題ありませんので、お買い得のレンズになるんじゃないかなと思います。そして非常に珍しいスクリューマウントのスーパーアンギロンですので、希少価値もあると思いますね、コレクションとして。ということで、大変人気のレンズです、スーパーアンギロン 21mm F 値が4のバージョンですね。でもってスクリューマウントです。はい、ぜひお早めにチェックしていただけたらと思います。以上です。